どうしたんだこいつ、焦ったような顔して。カマロさんが逃げてしまったようですね。ん、どういうことだ。ケージから脱出しちゃったみたいですね。え、どうやってだよ。俺にも方法を教えてくれ。こんなクソダメみたいな場所から解放だ。カマロさんの気配がない。これは完全に遠くへ行ってしまった。終わり、もう会えない。あの甲羅のない長細い神には会えない。え、この家自体からも出ちゃったのかよ。嘘だろ、やべえだろ。せめてケージから出るくらいにしとけよ。あいつを探しに行かなきゃ。おい武蔵、どうしたらいい。俺たち爬虫類に同盟を結び人間を滅ぼすしかあるまい。お前誰なんだよ。少しまずいですね。このままだと他の人間に捕獲されてここには戻ってこれなくなるかもしれませんね。これでいいのだ。人間に反旗を翻すのだ。最悪、もう本当に会えないかもしれませんね。カマロ、カマロ。ふう、よく寝ました。脱走生活も悪くないですね。ちょっと寒いですけど、でもここはどこなんでしょう。なんかどこを見ても黄色だけど。あれ、いや、あれ、あれ、どういうこと。かなり歩いたし、ここが一応外の世界なんだろうな。カニさんにもう食べられることはない。でもここ黄色ばっかでよくわかんないんで。あれトシさん。はい、こんにちは。こんにちは。いや、嘘でしょ、嘘でしょ。あれ、ちょっと待って。外に出たはずだよね。家から出たはずだよね、私。あれ、これ、どういうこと？これ。外に出たはずなのに、ここ、僕のケージの真下じゃん。出れてないじゃん。なんでなんですか？おかしい。出して、出して
僕のケージに戻して。この人と二人暮らしは無理。いやいや、クソ飼い主、お前は気づけ。引き立てのコーヒー、パーッて音が鳴るなら呼んでいるから、もう抜け出さなきゃ。毎日のルーティンもお休みにしたい。